夏あの日と来て喜びにあふれた私抱いたけど秋にはもういない歌が聞こえるか鼓動があのドラムと響き合えば新たに熱い命が始まる明日が来た時そうさ明日が列に入れよ我らの味方に砦の向こうに世界がある戦えそれが自由への道戦う者の歌が聞こえるかこのドラムと響き合えば新たな明日へ命が始まる明日が来た時さ私人生の大河を演じるっていうことはそれなりにやっぱりあの体から精神的にも体的にもエネルギーを持ってかれるもんででもそれを演じた瞬間やっぱこのレミゼラブルっていうのは必ず最後に浄化が待ってる必ず神がいらっしゃって救っていただける役を僕は演じてるんですね一番最後に幸福というものを得れる役を演じてるんですねそれを通じてやっぱ自分の人生を正しい人であろうとするっていうことが非常にあのしんどいんだと思うんですでも生きていくことって多分しんどいんだと思うんですね楽がしたくて、まあ、最近僕子供生まれたんですけどその子供がおぎゃおぎゃって出てくるときになんて辛そうなんだろうって思うわけですよねでもなんか人ってやっぱ楽がしたくて生まれてきてるわけではなく何か自分の存在意義ってことを探して一人一人の大河を生きようとしてるんじゃないかなと思うと当然この作品っていうのはまあさっき彼方が言うように自分の人生をかければしんどくなるし適当にやれば楽になるしそれをどっちチョイスするかっていうんですけどこの環境このカンパニーこのチームが楽にはさせてくれないその自分の人生と照らし合わせてこの舞台で勝負させるという気にさせる意気込みがあるので毎回好きなんですよこの劇場も好きだしレミゼも好きなんですけどそれと同じように辛さとか苦しみとか怖いって思うことがあってでもそれを多分新しい出演者の方はさっきイレイに脅されてましたけどあの楽しんだ方がいいのかなと思うしみんな同じ気持ちなんだよっていうことがなんかあの自分が辛いんじゃなくてみんな辛くてその辛さをカバーするために袖でケタケタしたりとかチャラチャラしてるけど本当はみんな手を触れる思いであの舞台に立ってるってことであのいいチームになれるんじゃないかなと思っております。